さん、すごいじゃないですかやっぱよかったですねいきさんが体のエいに可能性を感じてそれだけではなくてね YouTube を通じてそれを表現していたところ、まあ、それを見た方がね心動かされてじゃあということで体の絵だそしてステーキングに至ったと思うんですよこれまあ大げさでなくて言いますけどもこれねいきさんが そうやったことでね一人の人ののに大いなる未来への展望を与えたんだと思いますだからいいことを広めるのっていうのはこういうことなんだと思うんですよ。もちろんねいいことを広めようと思ってもそれはいいことですねって捉えてくれる方ばかりではありませんしいいことだと思っていてもそのための行動をどう取るかっていうのは人それぞれになりますけども私こう思うんですよ。あの再生数がね 動画上げるたびに10万、20万、100万、200万っていうことだったらまだしもですよ。再生数が50、60、200、300。言ってみればこのぐらいの再生数の中に自分と気持ちをね、近くする人がいるっていうのは奇跡だと思うんですよ。ですんで今回、イコさんはすでに奇跡を起こしてたんですよね。その中で、体の枝、リピさん、ステーキング、こういうふうに結びついたのは ゆきこさんのお人柄、ご人徳なんじゃないかなと思います。これからも素敵な情報をどんどん発信してみてください。あ、ちなみにみんなの銀行あれを進めるのもいいと思いますよ。どんどん進めていきましょうえ。それでは本日はありがとうございます。郁子さん、おめでとうございます。